んですけども、よりね、あのライブを楽しんでいただくために、私たちですね、今回公演の注目ポイントをピックアップしてまいりました。はい、せっかくですのでね、ご紹介していきましょう。まずはなこちゃん、お願いします。なこちゃんです。私がピックアップした注目ポイントは、こちら。お、初めてのセンターステージ。言い方めっちゃ面白いんだけど。何？幼稚園みたいな。初めて。卒業式でやるやつみたいじゃん。じゃあこんな感じで、次はペイちゃん行きましょうかね。はい、わかりました。それでは私ペイトン直美がピックアップした注目ポイントはこちら。初めてのノンフィクション衣装でのパフォーマンス。ちゃんと合わせてちゃんと合わせましたよ。任せてくださいよ。これも初めてのだね。そう、ください、見てください、はい、こんな感じでした。素敵、はい、それじゃあ最後に、はい、なぎちゃんお願いします。いきますよ。青山なぎさの注目ポイントはこちら。け、うん、初めてのけ音楽部。よかったやん、け音楽部だけで。ちょっと合わせなきゃと思って。よかったよ。初めてね、うん、まあ初めてでしたね、うん、そうだね、セカンドライブの中でけ音楽部の皆さんと一緒にね、うん、あのパフォーマンスさせていただいたの初めてでしたね、うん。